CV キャスティングボイス。どうもホワイトです。今回もアフレコモードでやっていきたいと思います。ちょっとね、さすがにね、俺上手くなってきてると思うんだよ。自分で思うんだよ。そう思うんだよ前回はこれやったんだよね。前編これやるか。前回ジムやったんだっけ。まあこのまま俺がジムやって、でさ、コメントでちょっと知ったんだけど、この登場してるこの声優さんの名前、これは本当その本名じゃなくて、このゲーム内のその名前らしいね。だからすげえ有名な声優さんたちが出てるらしいんだけど、さすがに名前変えられると誰かわかんねえわ。何これ。あ、これでしょ。なんでサンプルボイスゲロ吐く声なんだよ。どうしましたか、ネイズンさん。どうしましたか、ネイズンさん。どうしましたか、ネイズンさん。ひどく騒がしいですな。どうしましたか、ネイズンさん。どうしましたか、ネイズンさん。ひどく騒がしいですな。めっちゃ多いからよくわかんねえわ、この人でしょ。これでいくわ。前回からね、ちょっと日が経っちゃってあんま覚えてないんだよね。まあ俺が息が乱れてとか、まあここはまあ自分で見ればわかるだろう。行くよ。あ、俺からか。なんてバカ力だ。こいつ、人じゃないのか。はい、うまい。冷静になり。違う。やっぱり違うぞ。漁港で見た連中とそっくりだ。この洋服は、ミランダ。はい。あ、これ化け物に変身するときのやつか。パニックになり攻撃。あー、こいつまだ動くのか。この今日、あ、マグネシウムの塊で脳天をぶったたいても死なないのか。どうしましたか、ネイズンさん。ひどく騒がしいですな。なんか笑っちゃった。なんだってんだ。はい、うまいよ。心配しておいでだ。早くこのドアを開けてください。さもないと力ずくでこじ開けることになる。はい、焦って窓から飛び降りる。窓から逃げるしかないか。なんだこのまがまがしい像は。こんなもの今まで見たことがない。あなたもおじい様と同じことをおっしゃるのですな、ネイズンさん。我らが神、ダゴンを冒涜されるとは罪深い。文章だけだと何が起きたのか全然わかんないんだけど。おじい様、デニソン、あんたは何者なんだ。なぜ俺のおじいさんを知っている。忘れられるものではありませんよ。何せおじい様は私たちの同胞を殺した憎むべき存在。ああ、マジか。復讐すべき仇ですからな。へえ。お別れの前に種明かしをしましょう、ネイズンさん。あなたの祖父クラニー・ネイズンは海軍軍人として潜水艦アッダー号の艦長をしておられた。ああ、そうしてこの神殿に集っていた同胞に魚雷を打ち放ったのです。今からちょうど80年前のことです。昨日のことのように思い出す。怒りと恐怖に触れて。そんな話聞いたことがない。嘘だ、間違いだ。海軍の資料にも残されていない極秘作戦でしたからな。これさ、全然感情移入できないんだけど。ですからあなたを探し出すのは苦労しました。孫のあなたには罪はないのかもしれません。しかし復讐がなされなければダゴンがお許しにならないのですよ。うめえなあ。なんでこんな絶望した時には自らの神に祈るのでしょう。もう時間がない。絶望も苦しみももうそこまで迫っていますよ。ん？俺は信じないぞ。くたばるものか。このカメラで全てを切り取ってやる。真実は俺が見つけるんだ。素晴らしいプロフェッショナリズムだ。ならば映してください、あなたの最後恐怖を。うまい、すごい。裏返っちゃった声。これがどうなってるのかだな。
俺が上手いっていうのが多分みんな多分わかるでしょ。結構上手くなってると思う。うわーこれ。なんてバカ力だ。こいつ人じゃないのか。違う。やっぱり違うぞ。旅行で見た連中とそっくりだ。この洋服はミランダ。こいつ何なのか。このマグネシウムの塊で脳でもぶたたいても死なないのか。どうしましたかネイズンさん、ひどく騒がしいですな。なんだってんだ。あ、うまいぞ。ミーヤさんも心配しておいでだ。早くこのドアを開けてください。さもないと力ずくでこじ開けることになる。窓から逃げるしかないか。コメディーかよ。全然シリアスでもなんでもない。なんだこのまがまがしい像は。こんなもの今まで見たことがない。あなたもおじい様と同じことをおっしゃるのですな、ネイズンさん。我らが神ダゴンを冒涜されるとは罪深い。おじい様、ベニト、あんたは何者なんだ。なぜ俺のおじい様を知っている。お、うまいぞ。ものではありませんよ。何せおじい様は私たちの同胞を殺した憎むべき存在、復讐すべき仇ですからな。お別れの前に種明かしをしましょう。ネイズンさん、あなたの祖父クラニーネイズンは海軍軍人として潜水艦アッダー号の艦長をしておられた。そうしてこの神殿に集っていた同胞に魚雷を打ち放ったのです。今からちょうど80年前のことです。昨日のことのように思い出す。そんな話聞いたことがない。嘘だ、間違いだ。海軍の資料にも残されていない極秘作戦でしたからな。ですからあなたを探し出すのは苦労しました。孫のあなたには罪はないのかもしれません。しかし復讐がなされなければダゴンがお許しにならないのですよ。人間も絶望した時には自らの神に祈るのでしょう。このデニソンって人間じゃないの。時間がない。全然話つかめない。絶望も苦しみももうそこまで迫っていますよ。俺は信じないぞ。伝わるものか。このカメラで全てを切り取ってやる。真実は俺が見つけるんだ。素晴らしいプロフェッショナリズムだ。ならば映してください。あなたの最後を、恐怖を。え、なにこれ、なにこれ、俺上手くね。え、俺上手くね、これ。え、これ上手くね、これ上手く。ということでね、この F6.3 はね、見事大ヒットということで、ありがとうございます。じゃあ次、この赤ずきんちゃん朗読か自信がねえな、自信が待てよ、俺が赤ずきんちゃんのか。まあいっか。赤ずきんちゃん、そんな荷物を持って一体どうしたの。あ、いいね、ナレーション。これは赤ずきんちゃんは病気になったおばあ。うまい、もううまい、もううまい。この人行こう、もう行こう、これで行こう。行くわ。赤ずきんちゃんは病気になったおばあさんのお見舞いのため家へと続く森の中を歩いていました。はい、子供っぽくはあ、おばあさんが心配だわ。この元気とぶどう酒で少しでも元気になってもらわなきゃ。森の中を進む赤ずきんちゃん、すると目の前の草むらから狼が現れたではありませんか。赤ずきんちゃん、そんな荷物を持って一体どうしたの。うまいな、素直にね。私これからおばあさんに届け物をするの。
はい、それは関心だ。急に声変わったのついでにあまり気にしない。この森の花を持って行ったらどうだい。そうね、こんなに綺麗なお花だもの、お母さんおばあさんも喜んでくれるかも。でも寄り道するなって言われてるし。重たい荷物を持っているのは多分この狼も焦ってるぞ。一休みするのも悪くないし、花を持っていくのはナイスアイデアだと思うけれど。そうよね、狼さんの言うとにするわ。礼には及ばないよ赤ずきんちゃん。おっと、俺は用事があるんだった。また後で。狼さん、ありがとう。赤ずきんちゃんは森でお花を摘んでおばあさんにプレゼントすることにしました。言っとっけ、この赤ずきんちゃん全力でふざけるからな。しかし様子が変です。心配した赤ずきんちゃんは質問をすることにしました。おばあさん、おばあさんの耳ってそんなに大きかったかった。それはね、お前の言うことをよく聞くためさ。じゃあ目が大きいのはどうして。かわいい孫の姿をよく見るためさ。あ、嬉しいわおばあさん。じゃあその口が大きいのはどうやって。それはね、赤ずきんちゃん、君を食べちゃうためさ。おお。そう言うと狼は大きな口で赤ずきんちゃんをペロリと食べてしまいました。はい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 。赤ずきんちゃんとおばあさんを食べた狼は満足してお腹を撫でます。はい、まだあるのね。もうお腹がいっぱい。さすがに眠くなってきちゃったな。赤ずきんちゃんとおばあさんを食べた狼はお昼寝をしてしまいました。そして時が過ぎ、ほう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 、こういうまあね、こういう朗読ものが俺のクソボイスでどうなるかっていうのだよね。お、できた。赤ずきんちゃんはなんかやべえ気がするな。病気になったおばあさんのお見舞いのため家へと続く森の中を歩いていました。はあ、おばあさんが心配だわ。この元気と不動酒で少しでも元気になってもらえなきゃ。なんかこういうこれで聞くとちょっと女の子っぽいぞ。すると目の前の草むらから狼が現れたではありませんか。赤ずきんちゃん、そんな荷物を持って一体どうしたの。私これからおばあさんに届け物をするの。急に真面目になったな。ついでにこの森の花を持って行ったらどうだい。そうね、こんなに綺麗なお花だもの。お母さんおばあさんも喜んでる。でも寄り道するなって言われてるし。重たい荷物を持っているのは大変だろ。一休みするのも悪くないし、花を持っていくのはナイスアイデアだと思うけれど。そうよね、狼さんの言うとにするわ。礼には及ばないよ赤ずきんちゃん。おっと、俺は用事があるんだった。また後で。狼さん、ありがとう。赤ずきんちゃんは森でお花を摘んでおばあさんにプレゼントすることにしました。ナレーションがうめえな。床に伏せるおばあさん、しかし様子が変です。心配した赤ずきんちゃんは質問をすることにしました。おばあさん、おばあさんの耳ってそんなに大きかったかった。それはね、お前の言うことをよく聞くためさ。じゃあ目が大きいのはどうして。かわいい孫の姿をよく見るためさ。あ、嬉しいわおばあさん。じゃあその口が大きいのはどうやって。それはね、赤ずきんちゃん、君を食べちゃうためさ。
そう言うと狼は大きな口で赤ずきんちゃんをペロリと食べてしまいました。赤ずきんちゃんとおばあさんを食べた狼は満足してお腹を撫でます。もうお腹がいっぱい、さすがに眠くなってきちゃったな。赤ずきんちゃんとおばあさんを食べた狼はお昼寝をしてしまいました。そして時が過ぎ、なんかコメディータッチになって逆に面白いんじゃない？結構受けがいいと思うよこういうのって。うん、まあということで次回、まあ今回これと赤ずきんちゃんしかやってないけど、まあ次回からまたやってきます。まあじゃあ、はい、さい、さい。